詳しく聞かせて。警察が家に来たって。もう本当はどうなの？そうだもん。うん。じゃあこれ動画使っていいんかでも本当に。使えますかね。あ？何キロオーバー？これ重たいんじゃないの？タオルみたいなの持って。はい、何時何十分とか言って。手錠された？マジ？はい、詳しく聞かせて詳しく聞かせて何のことですか？いろいろいや、例の家に来てほしい。警察が朝でそれ、田橋が来た。逮捕状持ってきたって。いや、それは分かんないです。警察が家に来たって。あんま普通に生活しとったら警察家に来んだろう。来んでしょ朝この5時半にまた早いなおい。棚橋も一緒に朝出てくるだろうし。いや、だからお子さんぐらいじゃん。別々に別々で行ってるんで、礼を女に送ってもらってみたいな。なんでそんなんでしょう。ずーっと一緒にいたいんだよ。いたいんじゃないの一緒。お前らは一緒にいないから分かれちゃったんだけど。昨日からでさ、謎が深まりますね。じゃあ会話しろよ。会社としての挨拶は。おはようございます。今日もよろしくお願いします。今日もお願いします。こんなことしたことないし、今までで一回も撮影来た時も。はい、じゃあ本編動画撮ろうか。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。すごい、みんなバラバラで。なんか俺が北海道行ってる間に何いろいろあったみたいで、まあ行く前だな、実はな、ぶっちゃけな、2、3日で、それがまあいろいろみんな話し合ったな、どうだった、こうだったって話で、それちょっと聞かせてくれ。大ビスを光らせて、朝警察来るってなって、うん、そこから連絡が2日ぐらい取れなくて、うん、いつ帰ってきたの？本当帰ってきて、まあすいませんでした、本当に、まあそうだし。もう本当はどうなの？嘘だろ、お前。うん、じゃあね、これ動画使っていいんかでも本当に使えますかね。あ、使えるお前が本当にリーチされたことあったらもう別に使えるじゃん。ないよ。お前これ見て警察来るぞ、お前捕まってなかったら。はい。マジで来るぞ。じゃあ本当に大丈夫かお前。本当に捕まったの？大丈夫です。なんで捕まったんや？その光らしたのが先月の29日で、うん、でそこからまあ時間が空いてて、先月の29日あんな通知だけでもだいぶ先だろ来るの。いや半年以上先に通知が来るでしょ。調べたらやっぱ早いですよ通知。あ、ほんと1週間2週間ぐらい書いてて、うん、で、まあ、その通知来て出頭だけで終わるんかなと思ってたんですけど、うん、だけど朝来たんだろ。そうです。本当に捕まったの？はい。電話するぞ。いや別にごめんなさいで終わるぞ。お前どんどんお前嘘に嘘を重ねてるけど、お前人生固まっていくぞお前。じゃあほんとになんか疑っとるよね。疑われたら嫌だかもしれんけど、はい、俺は聞いとると話がおかしいだろうと思うんだけど、でなんか聞いとったらお前スプレッドもお前ログインしとんだろ、パクられてる時にログインしとったんだろ、スプレッドシートの工程表にログインしとったんだろお前。で多分その時に多分携帯の中も全部見られてる。パクられてる時に？そうです。スプレッドなんか見んだろ。どこまで見てんのかその聞いてないのかな。うん、ね、なんで2日間出れたの？その20歳成人迎えてからの初犯だったんで、うん、でしかもまあ交通っていうので、まあ、2日間、うん、交流で出てこれたんです。でそれは何、今後どうなってくるの？裁判？そうですね、裁判所から呼び出されて、うん、罰金で終わるのか実刑なのか。あ、マジ？そうです。お前絶対それ通知持ってこいよ。はい、持っていきます。本当にマジで本当に、まあ、今だったらごめんなさいって言ったら終わるぞ。いや本当か？これ何キロオーバー？50キロ。うわー、これ重たいんじゃないの？50キロかな、重たいんじゃない？58キロ。やばくない？お前もオフィスだろ、はい、お前どうだったの？僕は42キロオーバーで、うん、で僕あの犯罪ですか、オフィスって、うん、犯罪か、犯罪だ、全部だってシートベルト違反も犯罪だろ、交通違反って犯罪でしょ、道路交通法違反。お前もう反省してないよこれ。あ、問題発生ですね、これ問題発生だよなこれ。今なんて言った、今カンタ、今こいつなんて言った？
ピード違反って犯罪ですか？って言ったよね。って言ったよね今。しかも俺まで警察についてかさしといて。でその YouTube のネタとはいえ、警察まで俺ついてかさしといて。犯罪を犯しましたよ。うん。はい。僕は罰金を払ってなくて、呼ばれただけだ。ああ一回ちゃんとやって。逃げたわけじゃなくて、無視しとったわけじゃなくて、交通機動隊に出頭して調書とかも取ってあったんで、まあ、僕とちょっと状況が違いすぎるんで、うん、いや朝来たのバーンって。朝そうですね、6時前ぐらいに単車みたいなの持って、はい、何時何十分とか言って何だ、ね、渋谷山だったっけ、何城、山城か、山城俺逮捕って。でも寮に来たの。手錠されたの。寮っす。手錠されたの。寮。いや、その場ではないです。乗ってからするか。本当。寮に来たってことはあれですか。熊野ってのは手錠された。そうです。マジ。はい、ぶっちゃけ全できないの何があるの。あのまあ未成年の時に。そうです。うん。となんか立ち切る。結構いろいろ悪いことってお前全部悪いことだろお前何回やんの ?2、3回やんの ?2、3回少年院かなんか入ってんの少年院までに鑑別、はい、あほんであそれで写真とかあるもんで、ね、あこいつだみたいないやそんなん分かるんだな YouTube うちの会社こんな事件しか起こらんのかって思われるだろうなカメラ向かって男性言えよ一言いやこっちが犯罪起こしたみたいなこいつたちは犯罪者顔だもん違う違う違うお前ちゃんなんかさ言ってかなんか犯罪しなさそうな顔じゃんあれなんかしそうな顔なのか犯罪っていうかなんかめちゃくちゃやってそうな顔してるめちゃくちゃやってそうマジでだけどまあねお客さんを見るもんなんであれだけどあくまでもまあ職人やるやつってやんちゃは多いのはもうしょうがないんだけど、はい、まあ同志議題がだよねお前がもうまあいいっすわって僕はそういう風に生きていくんだったらうちの会社もらう方がいいしいやちょっとでも明日変わりたいって思うならなまたやっちゃうかもしれんけど、まあ、頑張ってみんなそんなやつばっかだよね一応そんなやつしかいないよね僕も含めてねあえらいかったよはいどうですか、はい、どうですか最後にどうですかこういうもんだから後たたんちょっと落ち着いとったけどやっぱ新しい子がポコポコって会えるもんでうん、まあ、やめろとか別に思わんけどこれでしょっちゅう寝坊は1回だけなんだろ何回かあるって言ったらもうそっちの方が俺は悪いと思うよ俺はまあぶっちゃけそこを直すよであとお前ら前髪毎回なんか理由書いてくるけどどうでもいいよお前らの理由なんかなんかガス代がどうでとか計算よりなんか ガス代が来てとか言ってなんかでなんか LINE で文を送っていくら貸してくださいみたいなでいやそれどうでもいいわってよく言うけどまああいつも同じようなもんだけどこうでこうでああでで祭りがあるんでどうでとかなんかじゃそうでもいいやそれ中学生みたいにわざわざ理由それもまず前借りと寝坊まあそう直していくと本当に人間変わってくると思うよ、はいうん、なんか当たり前が変わってくると思うけどな、うん、そこを直した方がいいと思うまず悪いことしんとこうってやつはさもうなんか生活がそういう不思議だとまあいっかってだって夜11時2時に遊んどってもまあ明日ぶっちぎったらいっかって絶対計算入れて俺休んでると思うんだよな本当に絶対行かなかったと思ったらもうここで寝とるもん俺若い時それを殴られてやられたね昔の人たちは、はい、だからもう 寝坊するのはもうやめろよって本当思う仕事さえ 出れないんだなそういうとこがだってこいつらもきちっとしとったもんなだって一度働く前なんかもうくちゃくちゃだろどうせ人生くちゃくちゃだろ今19とか20歳できただろお前はもう人生くちゃくちゃちょっと悪かったよねみんなそうじゃん若い時なんかそんな現場なんかこうへんやんだけどそれってもう毎日絶対出なあかんっていうのがあったじゃん、まあ、特に俺もまだねもっとそばにおったもんで怒るし僕の場合はやっぱ熱でも風邪でも出なあかんっていう意識があったよなでそれがやっぱだんだん真面目になってくミソだよなと思うんだよな、まあ、分かった、はい、次お前あれだぞ昨日ぶっちぎったらお前もう俺ん家で監禁だぞマジだぞ部屋なんかいくらでも持っておいていいわ
はい、じゃあ視聴者の皆さん、いやこういう動画ばっかり撮るもんで、この会社どうかなと思うけど、まあ、ちょっと半分大げさにしようと、まあ、こういう事件が俺は特に大好きで、会社の恥ずかしい部分を出してますけど、あ、本当にみんな頑張ってます、本当に頑張ってますね、朝早くから今日も当たり前にも7時だもんな。足場の買い取り、足場材買い取りと資材工具の買い取りちょっとやってますので、ぜひそちらの方の声もかけてください。大丈夫なんで貼ってるんだね、なんかね、このメールかなんかで送れるようになったんだよね。メールかインスタか、インスタで送ってください。今年なんか告知あるな、あるらしいね。え、告知さて15秒はい、何の告知ですか？ TikTok の、あー、はい、TikTok ライブで楽しませていただいてるんで、もしよろしければ遊びに来てください。よろしくお願いします。なんかアショアンチャンネルももう週1、週 2? 週 1、はい、まあ、最低週1は上げるって言って、ちょこっとなんか俺もそれ次のやつだから謝罪動画じゃない方がちらっと見てみました。ぜひそちらの方もまた見に行ってくれると楽しいです。楽しいです。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあせーの、また見てー。